マレーシアのマミーダブルデッカー、マミーシェフカレーラクサージ、揚げ麺にココナッツスープ、ココナッツミルクパウダー、火薬、調味料、フォークがついています。麺は細く気泡感が強いです。しかし結構固めなので頼りない印象はありません。スープは茶色く入場感があります。唐辛子の辛さは結構強いですが、カレーのスパイスの香りはあまり豊かではありません。ラクサといってもココナッツミルクの甘ったるさは控えめで、旨味も抑制的です。大人の味だという印象です。マレーシアのカップ麺としては珍しく具が入っています。しかし油揚げのような豆腐は硬くて邪魔に感じます。マミーシェフは大衆的なブランドマミーの上位に来るプレミアムブランドです。確かに従来のマレーシア製カップ麺とはワンランク違う品質感を持っていると思いました。